そもそもレイアップの打ち方をちゃんと教えてもらっていいですか。もう本当にこれから始める子向けに入る、はい、絶対インドラミングやから。おおお、そう、その方が手につくんですよ。早くもいい感じになってる。じゃあもう一回。はい、何をやるんですか。さあ、というわけで、はい、岡田真央さんに来ていただきました。お願いします。はい、お願いします。はい、ちょっとね、あの吉本の玉突き5のメンバーの、はい、コロオカ長江くんなんですけども、はい、バスケね、下手じゃないんですよ、はい、でも基礎が全然できてないんですよ、はい、だからこの機会に、まあ、これからバスケ始める小学生とか子供たちもいると思うんで、はい、その子たちが見て勉強になるような、うん、まあ、レイアップの基本をちょっと教えてほしいなと思いまして、はい、小学生に教える気持ちで、はい、クリニックの気持ちで長江くんに、うん、はい、というのも玉突き5メンバーで3面やったんですよ、はい、10本連続インでなかなか終わらへんかって、いつも運悪く10本目が長江くんなんですよ、はい、基本ができてない男なので、はい、今日小学生と思ってクリニックをお願いします。わかりました、よろしくお願いします。まあ、レイアップちょっと一回見てみていいですか。はいはい、ドリブルついてる、はい、ドリブルついてる、はい、届かんやお前、アドトコンポかお前は。いきます、お願いします。ダメだ、話じゃない、本気ですよ。スリーメンでどんだけ見たか、これを、自分では、はい、あのネットぐらいまでこう、 あと前歯どうしたん。前歯かけてない。前歯はあの転んで倒れて折れちゃいました。母親から連絡が来て、うん、あのツイッターを見たと、うん、どうしたのその歯、早く地元に帰ってきなさいって。なんかめちゃめちゃ飛んでるイメージなんですけど、自分では、うんうん、で置いてるイメージ、置いてくじゃイメージ、置いてきてもらっていいですか。置いてくイメージ、うん、はい、これいいんですか、バッドリブルして。お前アデトクンポじゃないと届かへんやろこんなもん、お前日本で、はい、置いてこいよ。どこに置いてきてんねん。1個じゃ あのシュートする前に言っとくことで言えば、あのレイアップ行く前にドリブル強くついた。ってちゃんとこうこういうキャッチができないと、そうです、こうやって、うん、こういう方がちゃんとできるために、こうやって緩いとやっぱり今パーンってなっちゃう。ああ、なるほど、はい、そうね、レイアップシュートの前のドリブルって大事なんや。大事、すごい、知らんか、知らなかった。最後の強くついてしっかり持つことでレイアップシュートが入りやすくなるの。そうですね。へー、あ、マジで知らんかった。私クリニックでちっちゃい時ドーナツっていうリズムで やられました。ドーナツみたいな感じで言って、笑ってもてるやん。恥ずかしいやつすなよ。いや、まあ、言われたんですよ。恥ずかしいやつすな。まあ、これちょっと使わなくてもいいです。全然曖昧やった、はいはい、ちょっと曖昧やった。ちょっとじゃあ一回、はい、青ちゃんのお手本を一本。おお、さすが。そしたらディフェンスにも取られにくいもんね。そうですね、手、うん、かからないし。なるほどなるほど、そういう細かいテクニックを使ってよということです。はい、はい、お願いします。白いドリブル意識して、はい。いや、だからどこ強くしてんねん。最後の1回強くすんねん。1個目強くしてお前抜けても劣るだな。おおおおおお、そう、その方が手につくんですよ。早くもいい感じになってる。全然違います。おお、すげえすげえすげえ、初めて笑ったな。さあ、じゃあ次、じゃあ次いいですか、はいはい、そもそもレイアップの打ち方をちゃんと教えてもらっていいですか。あ、はい、そうですね、はい、まあ、あのもう本当にこれから始める子向けに、はい、まあ、本当にこうさっき言ったみたいにドンってしっかり持って、はい、でこう真ん中に持ってくると、はい、ディフェンスバーンって取られちゃうので、はい、こっちにちゃんとカバーしてこうやってスナップをちょっと手首のスナップ使って、あの男子だったらもうめっちゃ飛べたらもうそのままでも置けると思うんですけ けど、はい、女子とかは届かないんで、まあ、この柔らかい手首のスナップ使って、多分これもこっちのシュートと同じく多分この2本が最後になると思うんですけど、はい、下からすくうけど、うん、一番最後のボールコントロールはこの2本でする。そうです、人差し指と中指の2本で最後のコントロール、はい、本当これも何回もやったらその力加減とか分かるんで、多分みんなバーンって、うん、
あの投げちゃうから、うんうん、じゃなくて本当にこう飛んだ勢いとこの手首の強さを自分に馴染ませるっていうか、うん、全体覚えるまで何回も反復して覚える、はい、ああなるほど。案外この最初のボール持った時のこれも大事やもんね。はい、そうですね、うん、で私もすごい言われたんですけど、うんうん、私結構流れてたんでレイアップがこう、うん、あーでも普通そのイメージやんね。ちゃうねや、上に取った方がいいって。なんか流れていった方がなんか良さそうやけど、ちゃうねや、上に飛べって言われました。確かに。でも最初からもうこれ覚えちゃうのいいね。そうですね、うんうん、こうやってちょっと、うんうん、じゃあ長谷君いってみましょう。いきます。はい、どうぞ。おおおお、上手くなってきた。初めて笑った。2回目やな、人生でな。親も喜ぶ。親も喜ぶな、これは。実践的なをいきなり覚えちゃうという。はい、位置だけでもいいし、ここまでやっても全然いいし、まあ、ボールのここで持たずに、この辺で持っていくっていう。ドライブ上手い選手はボール隠すのも上手いもんね。そうですね、こうやってやる人もいるし、うん、ね。それぐらいやっぱピンポイントでボールはたいてくるからね。強くつく、ボール動かす、ウエントンで優しく首を、ね、このタッチがちゃんとできればあと体がついてくると思うので、うんうん、そこのレイアップが一番外すんだ、うん、ちゃうな、はい、まあ、プロでも外すときあるぐらいだからな。難しいのは難しいんだけど、上にっていう意識を持ってる、うん、上にあのスリーメンスひどかったな、はい、11人いて、うん、最終的に成功したのは僕が回らない時が成功してました。しっかり見た。そうだ。それ説明な。じゃあちょっともう一個レベル上げて、はい、次のレイアップをお願いします。じゃあこれ本当小学生は難しいかもしれない。あ、まあまあでもね、あのそういうのがあるのだという知っといてもらうといいので。はい、あの、まあ、3つぐらい言おうかなと思ってるんですけど、はいはい、1個は本当あの男子がよくやる片手のレイアップなんですけど、うんうんうん、はい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 、こっち持ってきて、うん、こうやってやる、うんうん、これこそなんかそあのさっき言ったみたいなディフェンスから遠ざけてチェックされないようにして、もうこのチェックの下からこうやって空中でボールコントロールして、そうですね、ここにディフェンスがいるときにもうこっちでもらってこうシュッてこうかわせると、はい、かわせるディフェンスを、はい、よく見るよね。そうですね、かっこつけてるわけじゃないよね。あ、これはディフェンスの手です。あ、なるほど、はい、すいません。いや、頭おかしいよ。こうやって打たないです、すいません。なんで自分でバンバンディフェンスしてるんだ。すいません、分かりづらかった。自分に厳しすぎやろ。なんか X レイアップとか、ね、ないわ、そんなもん。そんなかっこいい技ないわ。いきます。下手くそ、やば。難しい、難しい、下手やな。これこそついた方がいいです。いきます。はい。逆に何で入ったんやん。成功しました。成功してないわ。下手すぎるやろ。もう一回やって。いきます。頼むで。ほんまごめん、もう笑ったら絶対あかんけどおもろいわ。いや、あのでもさっきよりだいぶいいです。あ、本当ですか。今この辺で打ってるから、こうやって。なるほど、はい、もうちょいここまで、こう、そうこうして面白い、すくい上げてる。なんなんその動き。いや逆にしそう。あれやん、力士の死を投げるときやん。こんぐらいにちっちゃく、そうそんな上げなくていいよ。あ、なるほど、ちょっと避けるだけやから。こういう練習してないの一切。ここでコントロールできるようにならば。あ、これやるもん、みんな。あ、これやってるんですか。やる初めて知った。あれ初めて知った。俺ずっと通ってた東京で一番強いクラブチームはアップでこれずっとやってた。へえ。これも家でもできるからね、これやったら。そうですね、あのドリブルとか疲れへんやん、家やったら、うん、だから家でもこれ練習できるから。案外しんどいからずっとやってると。回転させてるんですか。軽く回転させてます、で、あの好きな動きできるようにボールが、右回りしたら右回りしたりし、上で普通に動かすだけとか左回りとか、
なるほどねじゃないです教え先生役なんですいや、いい練習だなと思って切る切るめっちゃディフェンスおるやん3人に囲まれてるで。あーおーチョク直だね。すごいチョクすごい。でもちょっと上手くなってきた。なんか最後 の、 そのコツというか、うん、こう結構ひねった方が。ああそうそう、わざとひねった方がやりやすいかもね。前まで。確かに。うん、そうか、もう一回もう一回もう一回。はい。おおおおありがとう。うまいうまい。あすごいすごい。スッスッスッで上手くなってる。上手く見えました。おーおーおー、絵は気になるな。さあじゃあどんどんいきましょうか。どう、はい、じゃあ次は、はい、さらにレベルアップ。そうですね、こちらも簡単だったんですけど、あ、本当、はい、ワンステップ。ワンステップシュート、はい、ワンステップのレイアップ。お、初めて聞く人もいると思いますんで教えてください。何ですかそれは。まあ、いつもこうドリフして右側から来たらこう右側に出て、ね、はい、2本ですよね、レイアップはね、はい、1,2 ってやるんですけど、はい、それを1で飛んじゃうっていう、なのでこっちだと右足、おー右足でリズムを変えて守りにくくする。そうですね、もうブロックされる前に。なるほど。おー、うまい。見る見る、なるほど。と、これを左手で、まあ、右足で踏み切ってるんで基本左なんですけど、うん、これ右手も振って寄って。おお、なるほど。でクラッチにして、そうですね、クラッチして右で打つという、はい、もうあります。なるほど。さあ、じゃあ永谷さん行きましょうか。ワンステップ、じゃあ左でまずは行きましょうか。行きます、はい、お願いします。おお、すごい。逆にそんなんできんねや。ワンステップ左で。ワンステップ、はい、はい、いきます。厳しい。ちょっと絶対にトラベリングやから。難しいな。もかもかもかも。お、いいよいいよ。あ、合ってた。おー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 、うん、いいよいいよいいよ。左手で打つときって、あの、ため、まあまあ溜めてるんですけど、はい、多分早い方がいいって、スッて打った方がいいかもしれない。スッと。あー、なるほど。あー、なるほど。なるほど。なるほど。そのせっかく1、2じゃなく、はい、一気で打っちゃってるから、 そのままもうタイミング変えたら、あ、もう打つねやって、なんでや、ディフェンスが。そうです。おお、うまい、うまくなってる。おお、一回普通のレイアップやって。はい。おお、うまい、完璧。うまい、はい、今のは本当にできてる。素晴らしい素晴らしい。さあ、よし、溜める方、うん、うまい、押し押し。おお、すげえ、めきめき上達してるで。うまい、すげえすげえ。うまいです。ちょっと俺もワンステップやっていいですか。はい、こういうことだよね、はい、で、クラッチ。なるほど、はい、あれ、事前になんかやってましたか。事前にあのこれ2回目ですか、これ違います。めちゃめちゃ誰でも練習、基礎の練習してる人なら誰でもできるんです。ぜひとも覚えてものにしてください。ワンステップ、はい、さあ、それではラストお願いします。はい、最後ちょっと難しいかもしれないんですけど、はい、今ワンステップやったじゃないですか、はい、の今度あのウィーク側ばっか行ってたんですけど、はい、こっちの、はい、ここで普通にブロックされる
ような人がここにいる場合、はい、お見る見る、なるほど、バックシュートみたいに、うん、ここにいるのをこうやってやる、より体を入れてもうここ背中にしちゃってこうやって打つみたいな。なるほど、はい、はあ、ワンステップです。これも左で踏み切ってます。それでは長谷選手お願いします。ワンステップ、ワンステップ。いやな、遠いしツーステップだしもっと中に切り込んでた方がいいです。こんな外回らなくていいです。やればやるほど上手くなるの分かってるからね。ありがとうございます。でディフェンスがおるからね、ここには本来。そうです、あなたのマークマンじゃないディフェンスすらもかわすためのシュートやから。はい、じゃあディフェンスがいると想定して、はい、しっかり、はい、どうぞ。そうそうそう、おお、成長は早い。そうそう、すごい。なんなん成長の速さシュートうまい、シュートうまいそれ2だ。でも2でもまあいいっちゃいいんですけど、でもその入り方したらディフェンスにブロックされるんだよ、はい、コース取りがこっちから行ってるやんか、はい、こうやってこの意味があんまないから、こっちこの鋭角に入っていってこのままじゃ打たれへんからこっちで打つってことやから、うん、そうですね。なるほど、おーおー、もうちょい、もうちょい、来てる来てる、嬉しそう嬉しそう。でもおーって声がめちゃめちゃ嬉しいですおー、おいいじゃん、すごい、すげえ。なんかあれですね、うまいこと 1.5 ステップぐらいにしてますね。1.5 、はい、なんかタンタンってよりは、うん、タンタン、へえ、あ、また余計リズム取りにくくなってんねや。でも多分その方がやりやすいんだと思います。あ、 いいと思うよ、その独自のリズムで、はい、そこに関しては、うん、じゃあもう一回、はい、何をやるんでしょう、はい、おお、惜しい惜しい、惜しい、まあまあ上手くなってるな。真央ちゃんのと一緒をするなら、はい、逆のレイアップまで行ってるけどな。今長谷君、ま、真ん中ら辺でこの辺で打っちゃってるから、はい、あ、そうですね、じゃなくてここまで行ってるから、真央ちゃんは。ああ、細かいこと言うと、おお、でもそう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 、まあ、分かる分かる。でもこれね、あの、なんでできへんねんと思うかもしれないけど、めっちゃ分かる。やっぱね、レイアップが馴染んでて2歩ってなってんねん、脳が。それめっちゃ分かる。それは大丈夫、 よくある失敗というか。そうそうそう、俺もなる、俺も今大丈夫になるからおお、うまい。確かに 1.5 歩の感じだけど、素晴らしい。いい、いいです、だいぶすごいです ね飲み込みマジ早いよ。本当に早い、本当に早い。 あんなレイアップバーンなってた方だとは思えない。そうですね、はい、じゃあ右のワンステップ、右のワンステップ、いろんなもん入ってる、覚えが違うし、いろんなもん入ってる、これも入ってたやんか飛んで入るし飛んで入るし、なぜか入るし、すごい。というわけでいろんなレイアップを教えていただきましたので、はい、ぜひともね、バリエーションのレイアップが打てると試合での安全性もね変わってくると思いますので ね、はい、得点のぜひとも覚えてどんどん上手くなってください。長谷くんも練習してください。はい、しっかり練習します。返事は最高です岡田ママさん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。